シナチベット語族シナゴ派中国語、語宴会語、ンラ南ン語、ラ南語は、語の一方ことである、泉州方言と昇州方言を基盤に成立した言語。主に、ビンラ南ン地方で話される言葉である。福建省南部とは、具体的に、泉州、昇州、甘い地方を意味するが、歴史的にこの地方から台湾、関東省長州、諏訪島地方、雷州半島、 浙江省南部、海南省や、東南アジアのシンガポール、マレーシア、インドネシア、ブルネー、タイ、フィリピンへ移住した者が多く、これら地方の敏南系住民の間でも話されている。これらの地方で話される、言語編集を創造するものが、講義の敏南語である。これらの言葉が中国語の方言であるか、独自の言語群であるかは、言語学上の論争があるが、伝統的には、 海の語に属する方言だとする見方が多い。方言学的には、講義の敏南語は、大グループ、雪南グループ、潮産グループ、海南グループに分類される。脅儀の敏南語は、東南アジアでは、北旗縁とも呼ばれる。発火語と紛らわしいが、屈建の意味である。台湾では、台湾語もしくは、辛く語とも呼ばれる。これは、台湾の国語である。 標準中国語特別するために台湾土着の言葉として考えられている。成長が北京語の4世に比べて競技の敏南語の場合7世前後と多く、発生、語彙、文法の面で中古中国語の残存が見られる。語の内部では、例えば鍋をナ絵と呼ぶなどの語彙の共通性が見られるが、これも中古中国語を残存している。これは、 中原の漢語音が河南の漢化によって広まったため、特に周辺地域である福建において古い時代の音が残されたと考えられる。日本における漢字発音の漢音は当時代に伝来されたため、敏南語の発音との類似が見られる。例えば、世界、国家、了解、健康、感謝などの発音は現代日本語と似て聞こえる。 台湾のビンラン語における連続変調発話するとき、文末の音節以外のほとんどの音節の成長が、一定のルールにのっとって変化することが、ビンラン語の特徴の一つである。例えば、h イチ,エチャイアと h イチ,エチャイアの成長だけが異なる二つの単語がある。h エ,エはもともと影差し調べであるが、チャイアの前では高課調の意に変わる。 HA はもともと上昇であるが、チャイアの前では高表情の比に変わる。もし、カシャを言うつもりで、本庁の HA チャイアで発音すれば、聴者にとってはカシャを言ったと思われる。変調のルールは地域によって異なる。下の表では、各方言における変調のルールを期する。各方言の一行目は、本来の調地と、成長番号を、二行目は変調の調地と、 成長番号である。貧南語には日本語の音読み、訓読みなどのように、白和音と文読み音があり、文字色読と言われる。常用漢字の4割には文、白読みの区別があり、場合で発音を決める。以下に関数字の対応表を示す。白読みは奇数詞に使うことに対し、文読みは助数詞、あるいは電話番号、車のナンバーなどを読み上げるときに使う。 また、一つの漢字に、それぞれ一つ以上の文、白読みがある場合もある。例えば、正の文読みは、先具、成功イ,イコール先具、コング、ション、育成イ,イコールキションの二通りがあり、白読もカイオン、生通るイコールカイオン CH、ジャハイオンナリエイコールジャハイオンケの二通りがあり、しかも互いに代用することはできない。同じ漢字表記でも、 文読みと白読みによって単語の意味を区分する場合もある。例えば文読みのナリーエイコールセングカは結婚の意味であるに対し、白読みのナリーエイコールチャハイオン家は家族を養うの意味である。文読みの大人イコールタイジーンは公人あるいは目上の人への継承に対し、白読みの大人イコールトアラングは成人の意味である。敏南語が母語でない人にとって、 地名用漢字の文、白読みを判断するのは極めて困難である。例えば、台湾の高雄市には、岡山区、畑山区、大鳥山区の3つの区があるが、岡山イコールコンんと、畑山イコールキーんの、山は、文読みの3であるに対し、大鳥山イコールエイチオンジー村の、山は白読みの村である。また、台東イコールタ,イタンと、平東イコールピントングの、 東の読みも違う。台湾では反対字が使用されるが、福建省では反対字が使われる。台湾では白和字に表記する聖書が流通している。日本語における競技の敏南語からの借用語としては、下記のような例がある。英語の t やフランス語の手など、一部の西欧の言語における茶の呼び名は、敏南語の定に由来する。これは、 福建省南部を中心とした地域が貿易の中心地であったためである。ありがとうございます。